5.6 キロ過ぎ、中央大学の吉居大和が20人のランナーを置いていきました。あ、吉居が飛び出してる。多分本人に任せていったんじゃないですかね。すごいですね。感覚で走ってる。そうだよ、まだ全然流してるもん。魂が、ね、てるよ。結構早いよ。もう引き継がれてますからね。早すぎると思うな、そう簡単に持たんと。トップを行く中央藤原監督の指示は、ヤマトいいぞ、後ろ大体12秒から13秒離れてる、どんどん離れていってるからね、自分のペースでいけ、自分のペースでいいぞ。この新八瀬山橋に冷静にシンプルな指示だった。6キロ手前で果敢に抜け出した中央吉井は、15キロ地点で後続を200メートル近く引き離し、快走は続いていた。さあ、海老原さん、15キロ通過しましたね。はい、15キロ、42分ちょうど、佐藤裕樹さんは42分33秒で通過していますが、これは早すぎるわ。ああ、まあ、一回こう、ちょっとガンガン行けばいい。42分ちょうどだって、すげえな、トップ、まあ、このぐらいの力あったからな、吉井もな、うん、14分でいったんやろ、知らないか、どっかででもね、きついとこ来るよ、ここを我慢できるかどうか大事。区間記録を大幅に上回るペースで走り続けて、残り間もなく1キロになろうというところです。区間記録より30秒早い。もうちょっといける、もうちょっと、まだ絞れてないよ、まだ絞れてない。最後ままだ国民のスパート見せてから行けるぞ。さあ、乗ってこい。大きな声が上がりました。中央大学でキャプテンも務めた藤原監督から声が上がりました。吉井は15年ぶりの区間記録更新を狙う。新記録達成、1時間0分台が出ました。1時間0分40秒。ヴィンセント級やんな。これ来年お前各大学戦術変わってくるよね。つけるやついくよね。近藤幸太郎も違いない ね。15年ぶりに区間記録を26秒更新した吉井は、区間新をなんかこう確信したとかありますか、どっかで。15キロ地点では確信というか、まあいけるだろうなっていうふうに思ったんですけど、それから思った以上にきつかったので、まあ大丈夫かなって思うこともあったんですけど、まあなんとかいけました。